これちなみにこのバッグはどこのやつですか？これは同じストーブのところ、あのグリーンストーブの、このこれ用の。なるほど、別売りだけどこれも買ったわけです。そう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 。で今回のはこれは薪ストーブと。薪っていうかもうほぼペレットに特化した。ペレットストーブか、うん。薪も使えるんだけどね。うん。まあどっちかっていうとメインはペレットかな。なるほど。おお。これよう考えたらこのあれもね、ちょっと出そうね。これ火つける前に素手で触ると変な焼け跡がつくけ。ああ、手の油がね。そうそうそう、これね。グリーンストーブっていうんですか。そう、グリーンストーブ。これ多分中国だろう。これちなみに、まあ薪も使えるってことじゃないですか。うん、まあペレットだけど、うん。で、なんかちょっと普通のストーブとちょっと違うところはあるんですかね。なんか温度計もついてるっぽいですけど。ああ、ちょっと今からバラしていこう。そしたら、ちょっと、はい、お願いします。まず天板を。この天板の厚み。ほんまや、分厚い。ここに鉄板の張っちゃうよね、これ。へえ。これだけで結構の重量よ、これ。なるほど。この中に煙突とか見らん。ペレット入れるタンクの。なるほど。あ、組み立て式になってるんですね。そう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 。これが書き出し棒と、なるほど。これをこう操作したりするための棒ね。で、ここ開けるよ。うん、ここが今日オーブンなんだけど、この中にも煙突が。おお、なるほど。そうそう。煙突とペレットの。パーツが入ってる。このオーブン結構広いじゃん。今日あの、スーパー買い物行って、はい、開きがあったよね。開き？アジの開き？アジの開きとか、はい、あれここで焼いたら美味しいじゃろうなって。なるほど。買ったんすか？いや買ってない買ってない。今日はこれ つけるかどうか分からんけ。ああなるほどね。うん、であともう一箇所、これ灰受けなんだけど。灰受けの中にペレットの落下部品が入ってる。ここにペレットが溜まるようになっちゃうね。へえ。これでここへペレットが。あ、なるほど。要はこうなってペレットを受けてもらいます。このストーブ面白いのが二重構造、このこう高炎が行くから蓄熱と二次燃焼起きる系。なるほど、この形は珍しいですね。あ、ないだろ、あんまり。ないないない。ね、だいたいこの天井のところに板があって二重構造になってるけど、こいつはこう通るようになってる。これ真ん中のパーツが発するんかなと思ったけど、いや、そうじゃないですね。これはもう取ろうと思ったら取れるよ。あ、でも一応その空気じゃない、あの火の通り道になってるってことですね。そうそうそう。だってこっからはもう まず小さすぎて入れられないんだろ。ね、これ火の調整が2つあるよね。そことその上のところですか。そう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 。え、下のところは多分下はね、こうもう開けっぱなし。ああなるほど。うん、でこっちで調整する。ああ空気のね。ね、だけどこれ一番あのペレットが落ちるのが少ない時はこの状態 でペレットを増やしていくとこれ開けていくっていう。なるほどね。うん、でまあ両方とも空気を入れるのを最初にしとくと、まあ燃えるのもゆっくり燃えていくみたいな感じですかね。このガラスの間、隙間が空いてるだろ。あ、お前少し間が空いてる。これガラスがあの、すすがつかんように、こっからも空気入れるようになっちゃう。あ、そうなんですか。よう考えてるだろ、これ。なるほどね。ね。これちょっと今から組み立てるけど。これ、ただこれ足が出るよ。なるほど。これもテントの中でやってもまあ大丈夫な感じではある。大丈夫だろ。まあ、あんまり、本当は、ストーブメーカーはテント内で使われて、買わないでくださいになっちゃうけどね。ああ、なるほどね。まあどの薪ストーブもそうでしょうね。そう、どの薪ストーブもみんなメーカーいいよって大体みんな使ってるよね。うん、重たこれをあそこに据えると。なるほど、据えていこうか。はい。まあ煙突の組み立てはまあ普通な感じっすよね。そう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 。だいぶこっちこれなんていけんな、これストーブは。この辺だね。
そうですね。あとその火を入れやすいようなところに置いとけばいいんじゃないですかね。火をつく薪を入れやすいところというか、ここに、まあこれペレットタンク今から作るけど、うんうん、ペレットタンク、そうかそうか、こう来るから、ペレットタンクだから大丈夫なの。そうそうそう、うん、まあそうですね、薪だったら結構端っこ置いとくと入れるのめんどくさいですけど、ペレットだったら全然大丈夫ですね。ね、うん、こうつくかこうつけるか、まあ両、ここで何かしたりするんだったらこう置いた方がええんか、うんうん、調理したりなんだり、まあ調理はせんじゃろうけど。じゃあちょいと、ちょっと斜めってんすかね。そうでもない。あ、それぐらいかも、それぐらいかも。ね、多分下がちゃんとまっすぐじゃなかった。ああ、なるほど。組み立て順は先にこれをこれに取り付けて、はい、このペレット調整用の落ちるやつをね。で、これがペレットの受けるところ。溜まっていくとこっすよね。まあこんなのはあのメーカーのホームページ、こう組み立て方載っちゃるから、うん、ここに。スポット入るんですね。このままこう巻き入れても使えるんだけどね。まあ巻き入れるときはあのペレットの分のけなきゃいけんけど。ああ、そうっすね。そうそう。こちらや。こちら。おお、ネジ止めするようになってるんですね。そう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 。次バラせるように。なるほど。なっちゃう。これ入らんよ。まあでもあれですよね。こんだけよくバラしてあん中に収納できるようになってますよね。そう、よう考えてやっちゃうよね。うん。なんかだって。ほんま色至る所に収納できてたじゃないですか。そう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 、無駄スペースが無駄がないっていうかね、うん、これ3じゃけ多分1、2があったはずなんよね。あ、かなりいろんな声を聞いて、なるほどね、組み立て方をやっちゃうんじゃろうと思うけど、改良していってんだ。そうじゃないとこんだけのもの作れんじゃろう。まあ確かにね、まあ、こういう企業努力してるからこんなんできるんだろうけどね。大したもんと思うけどね。なかなか日本のメーカーにこういうのないっつうか、なんでもう割に合わんのかもしれないね。あ、こういうの作る、うん、割に合わないのかもな。ただ作ったところで売れるかどうかっていうのも、あ、そうですね。あと日本のメーカー作るとやっぱり高くなっちゃいますよね。そう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 、うん、これでも5万8000円何がしたけど、日本で作ったらこんなもんじゃ作れると思う。10万ぐらいしちゃうと思う、ね、ちなみに今日はペレット持ってきてるんですか。じゃ あるよ。つけようと思ったらつけれる。なるほど。ちょっと寒くなったらつけてみようか。つけてみますか。ちょっとだけ入れて。今100均でもあるでしょ、ペレット。あるね。あの猫用の砂でもいいよね。ああ、そっかそっか。同じことか。うん、あ、そうっすね。あのペレットも種類があるから。あの猫用の砂のあれでしょ、木でできてるやつの方でしょ。そうそうそう。あの茶色いやつね。あ、これだけですか。いや、これもある。これどうするかよね。どんぐらいペレット入れるかによって組み立てるか組み立てれんか。まあ一応組み立てようか。これは何に使うものなんですか。これもペレット。だけここに5キロ入るんよ。あ、そんな入るんですか。そうそうそう。5キロでどれぐらい燃えるもんなんですかね。時間5時間あれ一番最初にしとってね。まああのペレットの材質にもよるけど。あ、全部これがネジ止めになってるってのはね、よく考えられてますよ。そうそう、このネジはね、もうあらかじめつけたに組み立てるときに。ああ、最初バラバラだったんですか。バラバラ、このネジもなかった。なるほどね。パーツとしてはあるけど自分で組み立ててねっていうやつだったってことですね。そう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 。なるほど。これでも確かに用できてるな。ね、よう考えちゃうじゃん。最近ペレット多いよね。あの普通のストーブをペレット化させるっつって。あ、そうなんですか。後付けで今スモアとかも作るよりよね。最初スモア買おうかなって思えたんよ。あそこのテントをね、うん、見たんですけどめっちゃ良かったんですけど、やっぱ高かったな。スモア高いだろ。ねえ、10万弱ぐらいだって。このストーブ考えて、これもついてるんよ。オーブンもついて、ね、うん、ペレット装置もついて5万8000円だけどね。まあ、あとペレットもね、さっき言ったようにその猫砂とかでできるんだったらもっと安く済みますもんね。そうそうそう、うん。まあ、ペレット自体もそんな、ペレットはだってそんなに高くないよ、うん、あの森林組合行っても売っちゃるしね。薪とか買ったら高いですからね。薪は、うん、だって薪ってコスト悪いよね。コスパ悪いですよ薪絶対。うん、あとやっぱ薪はね、場所取る。そう、それが一番。あとちょっとペレットも持ってくるけど、ペレットはあの入れ替えて、うん、ケースに入れちゃるけ。なるほど。これ
で完了。おお。へえ。あ、すげえ。ええじゃろ。かっこええじゃろ。かっこいいですねこれ。ね、でもスタイルにもええなと思って買ったんだけどね。どうするつけようか。あ、もうつけます。つけてみちゃけようか。つけてもらってもいいですか。仕方がないな。つけたくてしょうがない感じの。なんかプレヒートみたいなのが必要なんですか。プレヒートさせた方が、うん、ドラフトが出るけ、あ、最初こっちに煙が出てこんで済むよね。はははは。と勝手に解釈しちゃうんだけど。ちなみにこれ何本ぐらいしたんですか。一袋880円。880円。こんなに入ってます。いや10キロで、これは10キロ以上入ってるよ。おお、すげえ、やっぱ流れていってますね。うん。最初はどうしても煙出るよね。これちゃんと燃え出したら転用になるけど。まあしかも焚き火と違ってあれですね、煙が来ないっていうのがね。うん、そうそうそう。で、自分で落下してくるじゃん。入れちゃけば。ああ、そうですね。ね、継ぎ足さなくてもいい。そうそうそう。え、で5時間ぐらい持つんでしたっけ。まあ一番小にしちゃったらね。ああ、すごいな。あ、火が走り始めたね。ほんますね。わお、かっこいいぜ。もう煙出ようなんじゃないかな。火がついたら熱こうしとけばいいよね。ほんとだ、ゆっくりになるから火が。ええー、ねえ。ああ、いいっすね。これそのままつけちゃおうか。多分夜だんだん寒くなるよ。まあ満タンに入れたら多分暑くておられんじゃろうけどね、この感じ。ねえ。ああ、あれ新品が焼ける匂いがする。ね、薪ストーブじゃないあれよね、火が。そうですね、薪ストーブと違いますね。このストーブがこういうストーブじゃけ、U 字で火が流れるからいいね。冬になったらあそこで魚をやって。ああ、いいですね。熱燗でいっぱいこの上に熱燗を置いちゃって。これちょっとあれですね、ずっと見ときたくなる感じです ね、この日はね。うん、すごいな、やっぱ走ってるんでしょうね、向こうが。もう向こうにぐーっと走って上がりよる。もう全然煙が出てない。あ、出るか、大将。まあまあ、若干は出るでしょう、やっぱ。ねえ。ペレットの種類にもよると思う、これ。これ杉とか松とか、あの辺のやつだけ、煙多いかもしれんね。これでも、薪ストーブでいい買い物じゃないですか。うん、これはええ買い物と思う。あえてペレットに行ってね。そう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 。まあ薪も使おうと思ったら使えるけ。ねえ。まあ使わんけど。いや、これだったらペレットでしょ。なんか薪でやるメリットないもん。ね。うん。まあ外でやるんだったら薪でもいいかもしれないですけどね。なまあね。中だったら確かに。こっちの方がいいですよね。いやでもこのテントとこの薪ストーブあったら。もう冬これでしょ、ずっと。あ、もうこれ。絶対。ね、絶対これでしょ。絶対他やらんと思う。もうあったかいよ、すげえよ。あったかいでしょ。
あ、ええね、スローになった。あ、このスローなのいいですね。あ、だいぶスローになったね、これ今度は。これぐらいの火がええね。あ、でもススが出るね、だいぶスローにしたら。ああ、まあまあ、それはね、うん、開けちゃこうか。おお、全然違う。ね、違いますね。ね、今下を全開にした。上は閉めちゃうけど。煙突がやっぱり抜けようなので、ね、開って抜けなくなりますよね。ちょっと変形しますもんね。変形するか、うん、熱で膨張したり収縮したりするけ。やっぱりホワイトペレット使わんとダメだね。あ、昨日どうでした、夜。夜やっぱりあの風量を弱にしてやると、うん、不完全燃焼が起きて、あ、もうテント内が燻製状態だったよ。あ、なるほど。ということはやっぱり空気の対流がちゃんとないとってことですか。あの絞りすぎるとダメ。なるほどね。まあでもそれってどの薪ストーブでもそうですよね。どこまでだけでも全部閉じちゃったわけじゃないですよ。1個開けちゃっただけ。あ、でもこれはやっぱりその風量というかこう風の循環みたいなのが絶対起こるじゃないですか。だからそれに特化してるから余計にくすぶるのかもしれないですね。だけその火がこうじゃなくて上に上がって上のペレットが燃えよったよ。あ、なるほど。あの対流せずにね。そうそうそう。あ、そういうことか。そうだけガンガン引っ張っちゃらんとダメなタイプだね、これ。なるほどね。昨日の感じだとその空気をちゃんと開けてれば、うん、すごい燃えてますもんね。もうガンガン燃えよって。うん。あのぐらいの火じゃないとダメかもしれない。うん、僕の薪ストーブっていうのはやっぱこれ中にすすがいっぱい溜まるんですけど、あんまり溜まってないですね、すす。ああ、トップはすごかったけどね、今払った系あれだけど。ああ、なるほど。トップの中は結構溜まってる。見えるかな。見えじゃろうね。でもね、うん、俺の薪ストーブだともっともっとですよ。やっぱもっとあの砂鉄みたいにくっついてますもん。まあこいつは二次燃焼を起こさせる系。うん、その辺が少ないでしょうね。少ないと思うけどね。まあそういう意味じゃ手入れもまあ簡単と。そうそうそう。多少はやっちゃうと。今回使ったペレットはそのホワイトペレットじゃなくて、混合ペレットっていうやつ。皮も中のあれも一緒のやつ。なるほどね、うん、だから木くずだけじゃないんだ。そう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 、そういうことか。そうそう。だけあの間伐材を使ってやっちゃるけ。日本の間伐材だけ杉やらヒノキやらが多いけ。なるほどね。それだけ結構あの油も出るけ。ああ、そっかそっか。ヤニというか、ね、そうそうそう、ススも出るよね。だけそっかそっか。ススも煙も出る。なるほど。これあの森林組合で売ってるやつだっけ。おお、ね、10キロで880円だけ。そこまでもやっぱコスパいいですよね、うん。だって昨日のやつ半分なくなりました。半分もなくなってないですよね。全部使ったよ。あ、全部使ったんですか、うん。あの入れてしまったけ、もやさんにはどうやっても取り出せれんけ。ね、そっかそっか。こいつの改良点、途中止められるようにあのなんかあったらええなと思うけどね。あ、ペレット止めれるように。なんかこう刺すものがあったらいいかもしれないですね。そう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 。ああ、そっかそっか。他社のストーブで後付けのあのペレットタンクにはついちゃうやつがあるよね、あれ。ああ。寝るときから逆算すればいいですね。5時間持つわけだから。ペレットの種類によって燃えるスピードが違うけ。なるほどなるほど。まあその辺はやってみて経験だね。経験ですよね。ああ、なるほど。もうあっちは全開にしとった方がいいっちゃうか、よう分かったね。下の方のやつ空気やだね。あと何ぼ調整しても全然火軽く上がらんかったもん。あ、そうなんですか。火がもう戻ってこんかったっけ。なるほどね。ちょっと天井が開けよね。ああ、そうですね。灰かき出すのも楽ですね、天井が開けば。あんだけ燃やしてこれだもんね。おお、この10キロ以上のそう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 ペレットがこんなになっちゃうわけですね、うん。まだ熱っ。ちょっとあそこ入れよう。はい、使わさせていただきます。ジュージュー。ほぼほぼ中の方は火が残っちゃったんだね。なるほど。え、色に焼けたね、また。ね。ね。やっぱ吹き切れてるとこはこうやって残っちゃうじゃん。焼け跡が。触ったところですか。うん、いや、あの、ちゃんと油をのけたりとか、きれいに脱脂してないけ。なるほど。うん、じゃあ、これだけだったらすんげえ軽いんやな。天板が重たいんだよ、やっぱり。ああ。まあ、しっかりしてましたもんね。そうそう。
灰がまだ。すごいですよね。これで対流、ね、対流っていうのかな。まあ、あの要はこう流れてこう出すっていう。この対流が、あの煙突圧ならんけ、圧ならんわけじゃないんだけど、なりにくいっていう。確かにあの昨日煙突見てたら、あの俺の薪ストーブってやっぱ煙突の一番根元の部分って真っ赤になるんですよ。なってなかったですもんね。 ここが赤くなるの。こいつはコーヒーが当たるけ、ここの辺の、うん、煙突ガードも見てみる。あ、見てみましょうか。これ煙突ガードは別売りなんですよね、きっと。別売りですよね、うん、これも値段するけどね。マジですか。おお、ほんまや、かっこええやろこれは。ハニカム構造みたいなやつです ね。めっちゃかっこいいだろ。これかっこいいっす ね。これはどこのやつですか。これ同じところ、グリーンストーブ、ストーブの、オプションパーツ。だからその煙突を中に入れてちょっと支えるみたいな感じですよね。こう煙突にはもう引っ掛けるっていう感じで、途中にね。だからその周りに当たんないようにってやつですね。そう、うん、だけど60杯じゃけ、60杯の煙突だったらこいつ合うけ。ただでもこれ1万1000円するよね。1万1000円。でも かっこいいじゃん。他にないんよこれ。四六角形60杯ってことは6センチってことですよね。6センチ、うん、こいつはまかんでも煙突が熱くならんけ、これで十分いけるんだよ。なるほど、うん、だからどっちかというとあの本体にテントが当たらないようにみたいな感じですね。もう一発より10って。これでも薪ストーブでいい買い物じゃないですか。そんなこれはええ買い物と思う。あえてペレットに行ってね、うん、そう、まあ、あの薪も使おうと思ったら使えるけ、ね、まあ使わんけど。いや、これだったらペレットでしょ。なんか薪でやるメリットないもんね。